あのね、こうちょっと聞いてほしいんですけど、はい、僕の男友達がね、こうちょっと片思いでちょっと悩んでるらしいんですよ、言ったら。片思いで悩んでんだ。そうなんですよ。じゃあ迷える子羊に俺がアドバイスをしてあげてもいいんだけどね。どのルックスが言ってるの、お前。いやいやいや、絶対恋愛経験ないでしょ、お前。いや、お前、俺が恋愛って、俺、氷の夏、みんなからなんて呼ばれてたと思ってんだよ。なんてクソチビだよ。全然関係、突っ込んでくんなよ、お前。全然関係ねえじゃねえ。恋愛は本当詳しいですか。いや、でもなんかドライブデートするらしいのよ、女の子と。どうしたらいいかなって今悩んでるんだよ。女の子はどういうタイプ教えてください、まあ。まあ、なんかちょっとね、昔やんちゃしてた、ちょっと不良っぽい女の子らしいんだけど。あ、なるほどね。だからドライブデートからの食事のこの流れをね、どうしたらいいかなっていうの。まあ、まずね、分かっておいてほしいのはね、女の子ってね、車みたいなもんだ。女の子は車みたいなもん。分かんないでしょ、分かんない人たちに僕がナビをしてあげるけども、まあ、車と一緒でね、恋愛もやっぱマニュアルは難しいわけですよ。そしてね、女の子との恋愛というのは道路みたいなもん。なんでか2つの意味で未知の世界だからね。あの堂々と演奏しないでもらっていいですか。完全に真でしたよ。そんなことない。いや、じゃなくて食事どこに連れて行っていいかって話なんだよ。食事はね、まあ、やっぱり日高屋でいい。絶対ダメだろお前。一発目日高屋引くよお前。だって荒れてる女の子にその男の子走っていくわけでしょ。二つの意味でチェーンの方がね、安心だ。あ、でもうまいこと言いますね。でもこの前女の子にこう二人で飲みに行こうよって LINE したら返ってきた言葉は、別々に行こうよ。全然モテてねえ。全然モテてねえんだよお前。それがベラベラベラ言うんじゃないよお前。でもお客さんに知っといてほしいのは、俺の恋愛の仕方っていうのは限定方式。持ち点ゼロだよ。今持ち点ゼロなんだよお前。わかるかこの空気。恋愛はものすごく詳しいですから。詳しい、本当に詳しいんです。いや、あと別の男友達がいるんですけど、カラオケが非常に得意な男、ね、カラオケが得意で、女の子のカラオケに誘ったらしいんだけど、けどこうなんか一回断られて、うん、でもそれからもう誘えなくなったっていう。いやいや、一回誘ったからってもう諦め、ホールインワン狙ってんじゃねえよ。どこ誰を探してるの。ゴリアじゃないんだよ。どこで笑いとってんだよ。ゴリアは本当にいかないんだよ。たった一打でね、彼女の心という中のカップに愛情というのはボールが入りますかってことを言ってるんだよ。本当ゴルフで例えてきたの。だからまず一番最初はカラオケじゃなくて喫茶店でお茶でもしませんか。いや、お茶でもしませんかっていう最初の手としてはちょっと普通すぎない。最初の一打だからティーショットでいいんだよ。だからうまいことハラスメントやめてもらったら。うまいだけだから本当に、ね、マジで。で、その後にカラオケに移動すればいいわけです。でもカラオケで何歌ったりかちょっと分かんないですけど、二人寄り添って歩いて。いやいやいやいい歌よ、いい歌だけちょっと古くないと。古いよ、古いから。いやいやいや、古いから。だってその男の子はカラオケが得意なんでしょ。うん、最終ホールのような18番のカラオケで彼女の中のグリーンに奇跡を起こしてみて。でも最近一番女の子と食事したのは給食。全然モテてない。